抜けの殻ね。やっぱり撤退したのかしら。うむ、我らに恐れをなして撤退したに違いないのだ。相手にとって不足はない。力ずくで抑え込むだけだ。ダラル王は強力な風の呪文の使い手だ。まともに食らわないように注意しな。お嬢さん、祭壇の上だ。魔法陣に魔力が集まってるわ。何か来るわよ。魔法陣の竜巻は大きくなると飛んでくるみたい。気をつけなきゃ。何が飛んできたって俺が守ってやる。安心しなよ、ハニー。ククールってすごいことをさらっと言うわよね。ちょっと感心しちゃうわ。剣に魔力が集まっています。気をつけてください。どんな攻撃が来たって平気よ。当たらなければいいんでしょ。おう、気合でかわせば平気平気。サクッとダラル王をやっつけちまおうぜ。
行くよ。私は一体ダラルオ、もしかして正気に戻ったのか。これは一体どうしたことだ。ダラルオよ、どうやら正気を取り戻したようじゃな。明治様、そなたはモーリアスとフェルノークに攻め込み、力ずくで従わせた後、両国を率いてクレティアを滅ぼさんとした。世界を二つに分かつ大戦争を引き起こしてしまったのじゃ。大戦争？実に多くの血が流れた。オレンカ王の命も失われてしまった。ダラル王よ、一体何がそなたを狂わせたのじゃ。あの剣を手にした時から、突然激しい憎しみと全てを滅ぼしたいという衝動に襲われて、その後のことは何もわからぬのです。剣だと？これは間違いありません。これは破滅の剣です。破滅の剣？ドルネコさん、知っているんですか？もちろんですとも。仕事柄、古今東西あらゆる武器に精通しているつもりですよ。この剣には、持つ者に強力な闇の力を与える代わりに、正気を奪い戦いに駆り立てる呪いがかけられていると言われています。どうやら伝説は本当だったようですね。あの剣は預言者と名乗る者が私に献上してきたものなのだ。預言者？もしかしてクレティア女王のところへ来たという人と同じ人なんじゃないかしら。ああ、その可能性は高いだろうね。ダラルオ、その人物とは一体何者なんですか？あいにくだが、詳しくは分からぬ。今分かるのは、私がとんでもないことをしでかしてしまったということだけだ。オレンカ王と多くの者たちの命を奪った罪、今ここで死をもってあがなわせていただこう。待たれよ。
あなたの命一つで贖えるものなど何もない。それよりも生きて自分のしたことの責任を取るべきだ。私もかつてそう諭されました。ダラル王よ、今後命を賭して世界の平穏を守り抜くことじゃ。それがそなたのなすべき償いであり、負うべき責である。さて、ここに戦いは終わった。今一度皆で平和の誓いを立てようではないか。分かたれたこの世界を再び一つとするためにな。